ヘビジミスチキン。ささっとなんかマスタードとお醤油と入れられて、タレを作ってくれました。それと、キムチと、コチュジャンと、ニンニク、それから、スナギモと、野菜。餅。餅。餅here。はい。餅。餅 OK?OK?3 分。はい。前もさっさと食べたら怒られたもんね。今度は3分だって。前回の時10分待てって言われたけど、3分だって。餅食べながら待ちなさい。すごく景色のいいカフェからとんでものタッカンマリ横丁に来ました。なんか10分じゃない3分待てって言われたので先にトッポキ食べてみます。柔らかくて美味しい。あ、美味しい。まだじゃない。砂ずりもちょっと熱湯につけてから食べよう。柔らかくて美味しい。まだ3分経っとらんけど、じゃがいもはいいんじゃない。じゃがいも、なぜかの、このじゃがいも、めっちゃ美味しいから。うん、美味しい。持って食べたらいかんと言うけど。持って食べたらいかんと言ってるけど、こぼれるもん。熱い。熱々。うん、美味しい。めっちゃ熱すぎる。砂ずりも柔らかくて美味しい。で食べたらいかんけど。どうぞ。ではタッカンマリをいただいてみます。 2,3 日前に食べたばっかりだけど、 2,3 日前はタレをお店の人が作れって言われたけど作らなくて、そのまま食べたらもうずっと自分の前に来てなんか見張っとられたけど、なんででしょうね。もっと食べたいかんけど熱いもんね。ああ、ここなんかタッカンマリはなんか安定の美味しさで、なんかどこに入ってもそんなに味は変わらないけど、タレはちょっとそのお店お店で違うみたい。ちょっとここのタレは甘い、甘いというか甘辛いみたいな感じ。美味しいけどちょっと熱々なもんでちょっと冷やしとかないと食べれん感じ。とね、しばらく冷やしてから食べよう。本当野菜をここに入れるって、ここに入れたいっちゃけど、入れたらいかん、入れてここに、うん、なんか食べ方が違うみたいに怒られるけど、前回のお店ではニラを持ってきて、ニラを生のままね、生のニラを入れろって言われたから、鍋の中に全部ニラ入れたらね怒られた。そこじゃないって。なんかね、食べたいように食べさせてほしい。で、ここのタッカンマリ横丁でタッカンマリを食べて、あとここの焼き魚定食、焼き魚定食屋じゃない、焼き魚横丁があるので、そこの横を通ってから、ミリオレと、ピアスのお店、ピアスのお店っていうか、もうピアスだけじゃないんですけど、お洋服とか、昔はね、ピアスだけだったんだけど、今お洋服とか帽子とかハンドバッグとかいろんなものを売ってる総合デパート、ファッションビルみたいになっているので、毎回行くたんびに物が増えてるから、今回もちょっとどんな感じなのかなと思ってニューニューに行って、マスクショップでちょっと買いたい化粧品とか健康食品があるので、それを買ってからホテルに戻りたいなと思うので、しっかりここで腹ごしらえをしてからね行きたいと思います。あ、冷えたら美味しい。熱々の時はなんかね、味が熱すぎてわからないけど、ちょっと冷えたぐらいが私にはちょうどいい。で、今夕方の5時前なので、とっても空いてます。これがね、5時、6時、7時ぐらいになると、このタッカンマリ横丁自体にも人がわんさか押し寄せてきて、
座れないぐらいなるので、ちょっとね、時間を外して来た方がいいかもしれないです。もう集中する時間は、待ち時間も結構あるかもです。じゃあしっかり食べて、次の場所に移動したいと思います。タッカンマリ横丁、ここ以前食べたところです。ここめっちゃ人気で、すごい並んでます。でここはミョンドンタッカンマリ、この間来たところがそこのミョンドンタッカンマリ、一人お一人様でも OK なところです。いっぱい並んでる。ここもタッカンマリ屋さん。ここはお一人でも大丈夫なミョンドンタッカンマリ、先日来たところです。屋さんの横には焼き魚横丁があります。いっぱい魚焼いてる。すごい美味しそう、脂が乗ってる。ここも以前一回来たタッカンマリ屋さんです。ここもめっちゃ美味しいし、ここは雰囲気のある感じのお店です。ここもタッカンマリ屋さん、一光さんが映ってる。焼き魚がいっぱい。この手でおばちゃんがいっぱい焼き魚焼いて、あ、すごいすごい。中で定食みたいにして食べられるみたい。魚の匂いがすごい。